来月発売される佐賀県の柑橘ブランド二重丸が不正に栽培・販売されていたことが分かりました佐賀県によりますと JA 職員から百貨店で二重丸と表示されている果実が販売されていると情報提供があり発覚しました不正に栽培したのは県内の農家で果樹試験場から枝を無断で持ち出して増殖さらに別の農家に増殖した苗木の一部を販売 そして収穫された果実1 9 0キロが出荷されたとみられています無断で枝を持ち出した農家はいい品種ができたと聞き自分でも作ってみたいと思ったと話しているということです佐賀県は今回不正流通した苗木を伐採・焼却処分し厳正に対処していくとしています